笛吹市は山梨県にある市、国中地方に含まれ、甲府盆地の東寄りに位置する。2006年度の桃収穫量は22,900トン、ぶどう収穫量は14,400トンであり、いずれも自治体別では全国1位だった。このことから、2005年10月12日には、桃、ぶどう日本一の里、藤、2013年4月には、 日本一桃源号を宣言している。フルーツラインから旧葛ス井町行きとその周辺を望む。2012年4月撮影。使命の元となった笛吹川。うか橋から撮影。2016年4月。山地河川海の国主語職だった武田氏は、武田信虎の代まで、伊沢館と呼ばれる居所があった。 市長市議会山梨運輸市局笛吹き警察署、笛吹き市消防本部、笛吹き中央病院伊沢郵便局、笛吹き市立図書館海外国内 JA 笛吹、ルミエール旧地下発行総業伊沢店、農業醸造業観光送信所中継局山梨、県立笛吹き高等学校伊沢温泉駅社課堂、PA 中心となる駅、伊沢温泉駅鉄道路線路線バス高速道路、 国道県道小山城海の国分寺屋様神社、伊沢温泉大木郷、信玄持境川、自転車競技場公営競技サッカー。ありがとうございます。